入ったかな。はい。こんにちは。入ってるかな。あ、入ったか。失礼しました。はい、どうも、こんにちは。マルトでございます。今日もですね、ユーロトラックですね、こちらをやっていきたいと思います。はい。今日もですね、今ちょっと最近やり始めたのが、人を雇って車庫を買って、でバンバン稼いでいこうという、数でやっていこうかなと思っておるんですよ。で、たまにちょっと放置をしているんですけど、放置しとるだけで、まあだいたい何時間か放置してると、1000万ユーロぐらい貯まる時があるんですよね、やっぱり。放置してるとね。それで、まあ、それだけ稼げれるんですけど、まあ、やっぱり自分も、せっかくこういうゲームなので、自分もね、やっていかないといけないのではないかなと思うんですけど、はい。やっていかないといけないですよね。でね、今いるとこがナポリじゃない。どっかにどうしたっけ？ナポリだね。今ナポリにおります。で、前回は、このナポリの、車庫と、それから、雇用ですね。従業員をですね、雇って、見ました。はい。で、今、このナポリにね、整備工事は、今整備工事でいる感じです。でね、今度ね、この、まあ、よくみんな耳にするのかな。ローマですね。ローマに行きたいと思ってね。で、ちょっとね、やっぱり何もやらないと、やっぱ他の従業員さんに申し訳ないと思うので、ローマ一度にも取れたら、このナポリから、やっていきたいと思います。さあ、ナポリからローマ行きですね。で、ローマでまた、車庫と、それから、従業員をね、また雇っていこうと思います。ローマ行きがない。ローマはない。ローマに行きたいんだけど。カーゴマーケット。で、今自分のね、台車持ってますんで、あった。ローマでもこれ時間が、実習完了までの時間か。ローマね。320キロ。これは、水のボトル24トン。アイスコーヒー缶もあるんだね。232キロ。220キロ。水でな。ちょっと、違う感じがするんですけど。どっちにしようか。多分このローマはこの2件だね。水のボトルのが重たいんで、こちらを運んでいきましょう。はい。じゃあ、ローマ行きのね、荷物を取りましたので、ローマに向かいます。で、今ちょっとね、休憩時間なので、休憩を取りたいと思うんですけど、
ここは休憩取れるはずなんだけど、開けやすいんちゃう。ここ休憩取れるはずなんだけど、取れないな。あ、難しいか。ここ寝れるはずなんだけど、あれ。ここで寝たいんだ。ここで寝、ああ、よくないし。ここで寝たい。寝かして。寝れないのかな。よいしょ。このバックの仕方が一番楽だよね。でもリアルにやりたいから。多分この視点の方がいいよね。ちょっと寝れないね、ここ。あ、向こうか？あ、ベッドマークないじゃん、ここ。あれは、ちょっと、じゃあ、踏み込みすぎの途中に、ここ寝れると思ってた、ここの整備工事。ベッドマークないんだ。ミニムリ運転していかない。寝れるとばっかり思ってたが、甘かったね。もう寝れないようです。あ、ちょっと、やべ、くら。右です。車も多い。止まるだよな。もちろん止まってくれるよね。もちろん止まってくれるよね。止まってー。よし。くれた。じゃあね、一回寝てから行かないといけないんで、そっか、ここの整備工場寝れないのか。待って。どこ？左です。これか。ここが、積み込み場所らしいです。あ、足がつってる。足がつってる。やべえ。足がつってる。あ、なんだ。カルシウム不足だ。ああ、危なかった、今。足の付け根がすごい痛い。よいしょ。怖い。突っ込んでこないで。とりあえず。踏み込みをしまーす。何撮ったっけ？カーゴマークこれ撮ったっけ？だね。いや、ローマまで行きたいと思います。ここか。ちょっと、休憩を取らないといけないんだけど、まずいな。今ちょっと足がちょっと蹴ってる。あかん。あいつ、やばい。早く、おっ、早く。ああ。これ、居眠り中ソース効かないんだね。あ、やばい。あ、暗い。セーフ。どこや？
で、なんかぶつかった。どうしても、横に止まるな。なんでこの車線に入れない。なんで隣に行くんだよ、いつも。やべ。誰ぶつかっ、ああ。危ないし。危ないね。早くねえな、決めれば。慌ててるとうまくいかないんだよな。もういいでしょ、これで。近くだから。枠入ってるんだから。もうこれで入れんから、もう強制で踏み込みやろう。入れ、もう強制。ごめんくさい。ルートが設定されました。走行時には、はい。では、行きましょう。はい。今日はね、自前のトレーラー、スカニアのね、トレーラーをね、買ってます。カニア、モッドで入れてますね。楽器もいいし。何でもいい。ああ、よく寝る。よく寝れる。よく寝れる。ま、ああ、いいのか。車線は日本と違う。反対だからいけるな。こっち行ってもさ、メルクプロがないんだよな、多分。フォーマーには、日曜日の13時20分。お昼にはつけれる予定だけど、一眠りするから、夜になりそうだ、出すね。ですね。これもう一年も一本かな。これだけ車多いと入れないから。入れねえ。本当に入れねえな、おい。今か。止まって。止まらねえ。もうちょっと前出るか。止まらねえ。はい、今。おぉ。止まって。止まって。止まって。あ、切れた。よし。では、行きましょう。よいしょ。さあ、寝れるところないかな。まさかのね、ナポリのボルボの整備工場は寝れなかったですね。え？リーダーってなかったっけな？あったよね、確か寝るところって。いや、カーブが多いな、これ。眠り運転したら終わりやな。あ、やっぱ、ぶつかる。おぉ。セーフ。蛇行運転してしまったけど。あ、これでどこまで行けるかっていう話ですけど。これ何？料金にしよっかな。ああ、まぶたが。
有料の道路ですね。右。え？カーブが多い。そろそろ寝そう。そこにも何か、テレビ工場があるけど、あれ？さっきのリーダーか、あ、さっきのところか。あ、眠った。おやすみなさい。ペコヘロワズ。早かったね。目覚めた。まあ、EMC 運転でどこまで行けるか。目的地はすぐ近くのね、190キロぐらいあとね、ローマまで行きたいんですけど、駐車場がない。カーブもあるし。ああ、まぶたが。もう一回なんか、もう一回っていうか、また暗くなりそうだね。目つぶっちゃいそうだな。寝てから配信始めろっていう話だけどね。右側出るのかな？あ、やばい。あ、事故る、事故る。あ、あ、大丈夫。あ、やばい。お、おダメージ入ったけど、斜めったよ。ぶんで。タイヤ浮いたわ。これは合流渋滞だね。何か言っとってやるか。居眠り中、眠り中にいい気になって走ってると、事故るね、やっぱり。これ、ローマまで、ない休憩するところ。マジかな。ローマまで休憩するとこ。あ、やば。まっすぐ、あっ、あぶ。よし。あ、タイヤ浮いたな、まだ、今も。あ、20キロでした。ガンガン飛ばしてる。両方手速度は持っていくか。スピードのあれは切ってあるんで、リミッターは。寝るところがない。そろそろ暗くなりそうだな。あ、スタンドが700メートル先だと。かな、スタンドがあるけど。あ、長い。お、よし。まだ半分か。ちょっとスタンド入っこう。ベッドマークあるね。ベッドマークはあるんで。どっちだ？
大手。オートシェア、こっちかな。B。こっちだね。あ、ちょっとダメージ入ったけど、なんとか。来れた。よし。ふぅ。ちょっと一回寝ますね。ああ、夜か。さあ、これでまあ、大丈夫でしょう。燃料チャージはなしでいきましょう。これでまあ、ローマまで、行けるはずなんで、ローマまで行きたいと思います。まさかの夜になってしまった。右車線にお進みくださいって言うんじゃないのこれ。大丈夫大丈夫やな。まっすぐ行けるんで。ちょっと、この、ハイウェイかな有料道路かな料金所があるか。有料道路ね。有料道路上ですね。たぶん。あ、やばい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 、ちょ、おあ、いろいろ今考え事してる。考え事しながらやってるんで。どうもいかんな。バキッチだけど壊れてないよね。これエンジン止まるな、途中で。高速道路上で急に止まられると困る。料金所かな。前のトラックなんてついてきて、ああダメか。ETC じゃない。支払い、お金をちゃんと払ってくる。ここは ETC ね。こっちは ETC って言わないのかな？なんて言うんだろう？っていう。あ、左じゃない、右か。基地が見えてきた。ハテナマークの近くだね。あのハテナマークはあれかな？あのハテナマークは、人材派遣会社？
死んでこっち、あ、ローマって書いてあったのは、あ、ローマ着きましたね。ローマ白上陸ですね。通り抜けはしてたんだけども、これ入るのは初めてですね。そこに、なんだあれは、ベッドマーク、ベッドってあれ、違うな。何だろう。だいぶ回ってくるね。上の地図ではもう左に出てるから。だいぶぐるーっと回ってくるような感じなのかな。ローマ右ってね。あ、もうこっちしか行けなくなってるんですね。また足がつってきた。ブレーキ踏む足がつるな。していいかな。結構急だ。これ80キロ規制なってなる。よいしょ。ローマへ到着も。ああ。あ、車庫から近いか。足が調子悪いな。なんかしらんけど。ロータリーか？ロータリーか。ああ。反対側なんだね。ではね。お米の洞窟。で、これ左。そう。左。で、右。この右側の倉庫かな？ここは。まもなく右方向です。どっから入るの？でも、突き当たりなんだ。倉庫だね。よし。到着ですね。お疲れ様でした。勝手に動いてるんだけど、どうした？目の前かな？え、どこだ？マークは出てないな。あれ？あ、裏か。裏ですね。右回りで行ってみましょう。はい、ここか。結構、埋まってるな。え？左分のスペース。あいやー、難しいな、これ。
電話。よいしょ。今日も経験すぎたね。若干のくそ。ここでエンジン故障かい。消せ。ああ、ダメだな。寄せすぎたな。ああ、ぶつかった。もうちょっとか。やべや。ちょっと、足、めちゃくちゃ、つってるんで。よくつる、足。よいしょ。よいしょ。ダメかな、これ。ああ、やっぱバックがうまくいかんな。まあ、これに、いいことにしてくれたので、いいですね。はい。じゃあ、荷物下ろしちゃいましょう。降りないふうにまた、あ、エンジン行ってからかな。はい。ではですね、ローマに到着しましたって。あ、もう夜は夜で、あ、これね、ちょっと横があるけど。真っ黒。真っ黒ですね。まずは、このハテナマークを潰してっか。これ人材派遣だね、多分。で、なんて、整理工場ね、リーダーが多分ここありますね。で、最後に車庫。あれ？逆になっちゃった。あ、順番逆にしないといけないのか。こうでかん。だよね。はい。では、この順番でちょっと回っていきたいと思います。明るくしたいなぁ。真っ暗で何も見えない。まあ、いい人材が来るのでしょうか。まあ、僕が仕事しなくても、すごいな。従業員の皆さんは稼いでくれるので、いいんですけど。これ左だね。湧いてこないよね、まさか。まさかの車が湧いてこない。通行止めなんだ。
消防車か。またなんか変わった、違う形した消防車が今通って、なんか分かりづらかった。あ、そっか、地域が変わってくると、その地域に、またあれも違うんだね。AI か、AI カーも。で、違う、もう一個向こうか。あ、左か。あ、待って、これ、いけないじゃん。いやー。あれだな、これ。どうしようか。派遣会社はもう、オッケー出たな。じゃあちょっとバックで出てくか。これ後ろつけてくるところじゃねえな。カニ扱い。キングオブザロードの、あんまでも、ペイントもね、いいなぁ。はい、わぁ。これ全然反対側見てないけど大丈夫。ぶつかってこないから大丈夫。もう止まってくれてる。心優しいローマの人たち。日本と交流の場が映画にもなったんですからね、ローマ。止まってくるわけ。はい。消防車ね。おかげで渋滞してるわ。さあ、次行きましょう。次はどこだっけ？中古移動。ねえ、ディーラーが多分あるようなので、ディーラーに行きまーす。待って、まだ、ちゃんと到着してないんかな、一番。一番もう、もう一番終わり。二番へ。あ、もう一回一番。もう一番へ。これもこっち。風船にね。これウィンカー出す必要があるのかな。クランクスプーン、クランクに見えるんだっけ。あ、ウィンカー出すんだな。こんなウィンカー出してる。あ、イベルコね。じゃあ、エベルコのディーラーがありましたね。はい。で、加工修理しよう。だいぶ、居眠り運転でいっぱい事故ったからね。あれできる必要なのか。15,000ユーロ。これ例は、これ今エンジンかかってる。はい、次ね、車庫へね、買いたいと思います。
曲がれるかな。このローマのね、車庫をですね、買いに行きたいと思います。会社はね、ローマエイリン商を買いに行きましょう。すごいフラフラしてる。自分でできてるかな。で、まあ、イゲルコ、ディーラーがちょうどここにあるので、トラックはね、イゲルコのトラック、5台ですね。一気に買っちゃいます。意外とここ狭いですね、この辺は。今、ローマが、工場団地。なんかな、意外と狭いですね。日本と同じぐらいじゃないかな。よいしょ。道を覚えれねえな。自分この会社の道が覚えれねえな。まあ、ナビがあるから、そういうんだけど。ああ、ここ。ここだね。はい。到着ですね。よいしょ。目的地に近づきました。案内を終了します。運転を。じゃあ、これ、ローローダーじゃ、ローローダーじゃ、ここ来れないんだ。いや、ディーラー、このガレージね、購入しましょう。そして、まだ、途中で終わらすことできるよね。んで、ガレージマネージャー。今ね、これだけガレージ持ってるんですけど、まだ、これ小規模なんで、アップグレードします。10万ユーロで、アップグレード。だから28万ユーロか。かかったね。はい、大きくしました。これで、5台分の、トラックを、ここに、ことができます。5台のトラックをね。5人の従業員と5台のトラックですね。ことができます。さっきの小規模だと3人ですね。3台まで、ね、トラックで3人までの、従業員を雇っているっていうことですね。トラックディーラーに行ってですね、オンラインで、今、このね、ローマ、さっき見つけた、ウェルコですね。ここでですね、もう買ってあるので、買ってあるから、デザインができているので、この、トラックを買います。ローマ。で、1台、これ1本20万6000円、5ユーロって、なんでか4台買う予定なんでね、80万ユーロぐらい。約100万ですね。100万ユーロ、ドブに捨てます。ドブに捨てますってない。2台、
あ、間違えた。まだ2台しか買ってないの。ブラックデュエル、イベルコパ。オンラインで購入、ユーラーペイ。これカスタマイズすればね、このユーザーで、ユーザー設定仕様っていうのはね、一度カスタマイズして買えば、残りますのでね。好きな、カラーとか、あと、まあ、パーツですね、付けたりしてもいいかと思いますね。もう一台だ。もう一台。で、これ一個開けてあるのは、もうリーダーみたいな感覚で、ちょっと評価がいい人を一人置こうかなって思って一台開けました。はい。で、次に、人材派遣会社で、ドライバーをですね、雇用していきたいと思います。ローゴマは、もうね、これいい人いないんだよね。評価低いのばっかなんだよ。とんでもなく評価が低い人ばっか。見た目で判断してはいけないんだけど、頑張ってくれそうな人がいないんだよね。で、美人だね、この人。なんか日本系の顔してるよね。こわもてのお兄さんばっかりなんだ。これもちょっと、でも、中国系かな。これもちょっと、いや、取れないでしょ、さすがに。赤髪ですよ。衣装も濃さそうだし。ちょっと、って感じですよね。じゃあ、ローマは、女性ドライバーを、雇ってこう。女性ドライバーを雇用していきます。ローマ。はい。これ乗って頑張ってください。ちょっと、欲しいってそうだけど、まあ評価 1.7 が、で、いいんじゃないか？はい。じゃあ頑張ってください。で、あと女性、これ、ちょっとなんか、怖いな。さっきの美人さんが、これって言うかな。この人と、あともう一人、だなんか、これすごいよね、なんか。なんか昔の人に出てきそうな人ですよ。髭がつくっとなって。これ、この人。これ結構美人さんだよ、この中。だな、ぜひ。この人ね。リエンス。はい。ローマで頑張りましょう。はい。じゃあ、これで、ローマで5人。あとトレーラーもちょっと、買っといてあげようか。トラックじゃない。トレーラーですね。トレーラーも買っといてあげれば、
各自引っ張っててくれるんで、勝手に。引っ張っててくれる。どれな?どれな ?40、30。これでいいか。これちょっと待って、基本買っとこう。3台とりあえず入れといたらいいよ。これでトレーラーも、その車庫に入れといてあげれば、この、自前の、自社のトレーラーで、仕事してくれる。ね。3台。で、トレーラーがない人は、他の会社さんのトレーラーを引っ張っていくみたいな感じでね、やってますね。はい。それでは、ネットで買えねえよ。あれ?寝れない。軽くしようね、ライン。はい。で、ここローマですね。車庫と、人材を雇用しました。あとは、ナポリ、ローマと、こう来たから、この半島はどこ、あとどこは、この辺もちょっと会社欲しいな、と思うけど、ほんでここへ来たんだよね。ここへ、すごい来たいんだけど、今。ここ行くか。ベスカーラ。近すぎるかな。別に近かろうが遠かかろうが、別にいいんだけど。ここにしよう。カタンザーロ。整備工場、車庫あるな。ちょっと自負の街やね。自負の街だな。思い切ってこの港町まで行くか。車庫があって、整備工場が、ここにも整備工場がある。こんな迷っとったら時間だけが過ぎていっちゃう。あ、これ一回切れるんだ。橋かかってないんだね、こう。あ、これポンポンってなってんの。そういうこと。なるほどね。なるほどね。どこの人なんだ、俺は。人材派遣だな、これ。人材派遣会社。いや、こっちないんだな。ここで一番大きいところは。あ、ここか。これ何て言うかして。あ、カタニーヤ。カタニーヤの荷物を取れたら取ってきましょう。多そうだな。カタニーヤ。あるかな?カタニーヤ。カタニーヤ。カタニーヤ。ないね。違う。ないな。あ、かーって違うな。カーゴマーケット。ブレストマーケットって違うな。外部マーケット。こっから、カタニーヤ。ここに来たんですよ。ああ、こっちか。カタニーヤ。だいぶ遠そうだね。もう1時間ぐらいかかりそうかな。カリアリアリ、いらっしゃいませ。リアリアリ。カワン、ダント。チューリシ、チューリシ、ベルム。ない。
え、どんな用てくりまであるの？これってあれだよ。そうだね。めっちゃ遠いよ。2000キロある。ああ、ないな。どうしようか。とりあえずは、ナポリに行って、ナポリから、また違うところ？パレルモか、エンシーンか。ナポリまでね。で、ナポリまで行って、逆か。カリギュラリ。これ言えねえんだよ。カリアリ。カリアリ。ないな。ないっすね。大きく荷物はない。島が行けるのはいい。あ、とりあえず、これに、もう行けるか。メッシーナってあれですよね。ウィッツラ・エス・ショウェンリ。ここまでとりあえず行くか。メッシーナっていうとこだと思う。カルビって、あれ？あのカルビ。どうするかね。よし、とりあえずここ行きましょう。これ取ります。751キロ。もう1時間ぐらいやりましょう。この荷物を取って。今回はこの配達をして終わりましょうね。まあ、レッツゴーですね。おー、危ない。せっかく修理したのに。チェコへ見つかっちゃう。あれこれ。あ、裏か。なんでこれ、こっちが表なのかな？こっちにいつも、チェコ買うとなるの。足がね。で、下にね、緑でメッセージが出てるんですけど、その、雇っている人たちが、いくら稼いだのかとか、あと、ま、殻でね、見つけらずに、帰る、どっかへ行くっていう時は、なんかマイナスされてしまうとかね、そういうメッセージがね、下に出てきましたね。なかったな、そういうか。右です。よいしょ。ごめんね。はい。まもなく右方向です。右です。右です。まあ、とりあえずは、こっちまで行ってっていう感じですね。で、こう突っ込んでみる。こうか。ローザーで、重機運んできとってしておったな。すごいな、この狭い道。
結構詰め込み場所まで遠そうだね。45キロも結構あるな。有望道路の区間にか、高速道路の区間にか、違うか。これ1時間ぐらい、1時間ちょっとか。あ、え、右まあでもダメージはなかったよかった。セーフ、セーフ。今のはセーフ。バチミューンとね、明らかに自分が悪い。まっすぐじゃねえな。ごめん、この視点でやるしかないのか。おお、びっくりした。あ、でも、右は道路通ってた感じだね。まあ、前がいないと、80ギリギリまで、フルート使って、行くまでもなかった場所でしたね、距離が。フルートを使うまでの距離ではなかった。あ、配信止まっちゃうかな？大丈夫かな？すごいな、なんか、表情が出てきた。何を想像してんだか知らんけど。どういう想像で恐竜が出てきそうって言ったか知らんけど。なんか恐竜が出てきそう。ジュラシックパークみたいな。富士。え、ん？富士じゃねえな。富士。富士。うん。なんて読む？あといらんこと言ったら道間違えそう。どこ？すごい、住宅街。右です。お？お？あ、抜けたか。大丈夫か。なんか沖縄ってこんな感じ。
神社なんかあったっけ、石垣みたいなのがあって。こっちもあれなのかな、そういう対策でこういう風になってるんですね。行ったことないんで、わからないです。右方向です。右です。じゃあ、これで、到着ですね。積み込み場所ですね。後ろから組み取れてきた。すれ違いできんじゃんね、あそこ。車来たら。え、まだ？まだ奥入ってる。すごいとこだな、これ。あ、牛小屋かな？馬小屋かな？農家さん。あれだね。え、これ曲がれる？あ、これはここに会社の人物が合わせ。え、これ曲がれるかい？あ、もしか、ダメだ。バックス。うん。よいしょ。曲がれるかい？これ。あ、曲がれるか。もうすっとなるな。カーブさ、お願い。はい。到着、これで、もう到着ですね。んで、左の方に、出てくださいってことなので、一応基本右回りで行ってみましょうか。はい。左回りで行った方がいいんか、こういう。あ、真っ黒のトラックがかっこいいな。うちのこのカラーと似てるか。いいね。でもこの狭いところはあまり行きたくない。狭いのは苦手じゃ。あ、ダメダメ。逆ですね。逆ですね。左回りだったな。覚えとこう。中は結構、コーナー広いの。広いんで。どうにもなるの。あ、これ家なのかな？なんだろう。どれが工場で、どれが事務所で、どれが家だ。わかんないね、ここ。事務所かな？自宅兼会社？まあ、農家さん、な感じなんかね。では、積み込みしていきまーす。ちょっと2時間もしそうなな。積み込み完了ですね。はい。では、出発しましょう。本当はもうちょっとここで一回終わりたいとかなんですけど、せっかくなんで、もう一歩、やっていきますね。
あ、そこまた、狭いところ出てかないといけないの、こんな感じ。忘れてた。まあ、このですね、このトラックは、それほど、雪降ったりしないので、普通に曲がっていける、と思うんでね。後ろぶつかることがないと思う。いいと思う。内輪差だけ気をつけながら行けば、いけるんじゃないか、思いますか。ここで50キロ規制なの。いやいや、これ日本だったら30キロとかでしょ。いっても。左よ、曲がってきた。あ、いう子供なっていうとこあった。ああ。今さっきだよね、ゴールパン。今出る方が楽ちんだな。温泉か。ここは入れる。ああ、そこから道路へ出る感じね。まさか入る車いないの。あ、渋滞している。なんだ、なんだ、なんだ。あ、やっと大通り出たと思ったら、じゃ。わお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 。事故ってるか？これ、まさか。まさかの AI 事故か。進むかな？こんなところで。じいとが、止まってみる。じいとまって。粘着しちゃうよ。まあまあ遠いのに。うまくいく。10時間の道のみになって、700キロ、748キロ。だいぶ遠い。進まないね。対向車が来ないっていうことはなんかやってるな。逆走していこう。なんかやってるな。ああ、決してやってくっていう手もあったんだけど、何をやってるか見たいね、戦法で。何が起きてる。近づくとね、進んでいくときがあるんだよね。おお、すごい渋滞だな、大渋滞だ。どうしちゃったの？救急車を。が見えない。あ、よかった。あ、ここ左です。あららららさん、最後缶はこの人と正面衝突してんの。 これは囲碁缶はこれ詰まれたっても囲碁缶は終わりや。
完全に村民所得してるから。どうしてこうなった？この人たち。どうしてこうなった？まあ僕は、左に曲がっていけるので、よかった。右じゃなくてよかったね。曲がっていきましょう。どうしてこうなったんでしょうか？あの人でしょう。ちょっと時間も時間なんで、少し飛ばし目でいきたいと思います。で、事故はたくさんやっていくと思います。ジップで本当は行きたいんだけど、まあ一般道は、まあ普通で行くか。フリーウェイ入ってから、飛ばし目にしていこうかな。車がいなければ。オンラインだったら誰もいないからバンバン行けるんだけど。エリア外はたくさんいるからね。ちょっと違反のあれを消してるんで、都合よく。ありがとう。なので、スピード違反とかしても捕まらないようにしてますね。以前の、おしっこが、ウィンカーレスの出してるのも曲がってないと思う。びっくりした。結構、速道路かな？え、高速道路だったのかね？前の知らん。はい。はい、止まってたか。止まったか。前いないし、ガンガン行こう。一応80キロ規制。ね、で。あれ、まだ、ぶっかぶじゃん。今、ずっとこれ、まさかの本線じゃなかった。ジャンクションだったな。クリスタ。もう、もう、どうしてる？ 40 キロ。はい、おい、経緯。まさかの、スピードを守るという、一気に飛ばすんだよね。速度制限の。いや。
仮眠も、休憩もあと半分か。今またこれで休憩取ったら、夜になっちゃうな。夜だね。もうちょっと我慢するか。一応仕事中なのかね。今仕事中は多分90までしか出せないのかな、これ。そんな感じだと思う。うん。フリー走行だと90以上出せれる。なった。マジか。起きてたね。うん、どっちも遅い車になってしまう。ロードラーが寄り寄ったからな。料金所か。いや、受給所にバブって。タイミングが悪いところでバンに浸かる。やっぱ、こっちも20キロぐらいまで落としたら、行かないといかんらしいですね。ユーロもね。お箱がすごいわ。裏ついてるけど大丈夫か。浮いてるのかな、これ。タイヤもしかして。踏み込みが遅かった。さあ、飛ばしていきますよ。飛ばしてくってちょっと90までしか出ない。カーブが多いな。結構走りやすいね、こっちの道路。まあ、ぼちぼち。入れやすいですね。満開とか、また急に左走行です。なんか右走行ですとかって言われそうだし。左足ってると右方向です。で、右足ってると左方向ですとかって言い出す。こっちがひねくれと。1が90で、追いつ、前の車たち、乗用車とか追いついてないんで、多分、乗用車の人たちは、120キロぐらい出てるのかな、あの人。AI 君。わ、快適だね。快適走行だね。今日は。車結構、まあまあ、いるはいるんだけど。真ん中車線の方が良さそう。そういう車いないから。良さそうだ。
帰ってきたか。おばあ、一回スピード落としたと思ったら、また飛ばしてくる。あ、前にキャリアカーかな、あれ、おるな。右寄ったね。トラックがあると、トラックは80キロかなんかで走ってるから見ちゃうと思うんで、こっちはね90キロで行きたいと思うんだけど、多分これどんどん速くなってると思うんでね。待ってよ、これ右じゃねえかな。ああ、出してくれ。あ、ごめん、ありがとう。あ、ぶつかった。あ、止まったか。結構強引。ね、やっぱり。左足すると右へ寄ってって言われちゃう。ちょっと今、反応が鈍かった。こうやって地図が2つあれば結構便利だよね。拡大された地図とある程度拡大して、拡張と拡大の地図もね。別々であると便利。これまた右かな。あ、やべ。めっちゃ。どうしようか。どうしようかな。なんか、地図は右に寄れって出てたけど、右に寄るのかな。なんかでもずっとまっすぐ続いておりそうな気もするけど。ああ、近づいてきそうなんだ。大丈夫か。おっ、よっしゃ。まくってこう。ここへまくれると思う。こいつ。うん、いいだろ。あの前の水色は早いな。そうでもないか。80の曲を、ああ、入ってたわ。降りてくんだね、そこはね。運転の時間がもうしばし。休憩時間。そろそろちょっとパーキング探して、寄ってかんといかない、いけない感じかな。待ってるか。合流か。出れないんだよね。あ、出れる。あ、なんだこれ。何をやってんの。ええな。あらららら。あららら。あれ。なんか調子悪いな。あいにゃ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 。しかもこれ道路で埋まってんだよな、タイヤが。
これなんか日本にありそうな。いや、ゲームか。タクス。女の人と男の人二人。ねえ、乗ってる。ペルスは全部乗ってない感じかな。で、この人は、あ、やっちゃったなーって顔しとるね。やっちゃったね、顔しとったね。まあいいや、それはいいとして。かわいそうです。行きましょう。あ、かみました。ねえ。なんだ。キャンピングカーだっけ？あれ、突っ込んじゃいましたね、思っきり。休憩所が、この初期パーキングがあるんですね。じゃあ、そう、次のパーキングでね、やっていきたいと思いますね。多分パーキングがあるよな。あれ ?700 ミリとだけだとなんかパーキングって書いてなかった。何でしょう？あ、パーキングないぞ。違ったんだと思うね。自分で見なかった。パーキングの看板じゃなかった。ちゃんと使えた。そういうこと、どっかからなんかグニグニと入ってる。そういうこと、わかりづらいなぁ。大丈夫だね、今。何して合流か。次のパーキング。なんか、当分がそうなんだけどな。これはだいぶが、今、来てるな、これ。どうした？どうしたの？今の。かんなぁ。うまく運転できねえな。あ、ボルボの。なぜ。あ、うわ。1200メートル先にガソリンスタンド。
と500メートル。寝床があるね。仮眠も取れるよ。燃料と、仮眠を取っていきましょう。確かこっちだ。仮眠からか。よいしょ。はい。じゃあまず仮眠から取っていきましょう。お待ち。はい、夜ですね。では行きましょう。このタイプのところは、あれとさっきの、やつ一緒ですね。ここに、給油所がある感じかな。お願いしていきまーす。1.33 か。ちょっと高いな。あ、でも、さっき、6000万ユーロだったんだけど、あ、今、まあ、いいんじゃない。今、6000。400万。うん、あれ？うん。上がってるよね。え、なんで？すぐ動揺してる。桁を言えなかったのに、動揺してる。100万ユーロは、多分、今、上がってる。ね。で、多分、何もしなかった。でも、こうやって、やっぱ従業員の皆さんが頑張ってくれているおかげで、稼ぐことはできるか、ということもね、わかってますね。わかりましたね。まあ、あれだけ、車庫が28万ユーロだったかな。で、雇用するのも、確かお金かかったような気がしたけど、かかるんじゃないかな、あれ。うん。ま、で、あと、トラックを5台買って、ちょっと5台買って、台車を、トレーラーを3台買ったのか。で、まあ、6000万ユーロぐらいも下がったんだけど、今もう、100万ぐらいまた、プラスになってるんで、ここ、数分で100万は、入ってきてるっていうことなんだね。かなり、稼いでます。みんな頑張ってます。今140、3、4、5、6、7、8、150人ぐらいかな。このユーロの街で働いてる方が見えるので、ワクワクしますね。で、うん。
みんなね、頑張ってもらってると、予約もどんどん、会えます。マイナスには全然なってない、あとは。で、みんなもね、その、中央のみんなもレベルあって、そのレベルをどんどん達成していくみたいな感じになるので、ね、うん。住職か。いや、何でしょう。700キロは遠いな。また天然事故やってるか。あ、ガンガン飛ばしていきましょう。失礼しました。ライブ配信がね、一時出たと思います。回線が、その切断しちゃったのかな。長すぎちゃったのかな。しました。これなんか時間というか時間があるのかな、ライブ間までっていう。あ、ちょっと待って、今日9日じゃん。自分ごとなんですけど、どうだ、やりるのやってる場合じゃなかった。でもちょっとどうじゃ、他のゲームが大型アップデートが来てて、それをやろうと思ってた。そうだ、どうだったんだこれ。だけど多分、みんな一斉になると思うから、なんかサーバーの負荷が結構ありそうな気もするんだけど、そういうアップグレードのね、時って。まあ、ちょっと落ち着いたらやる。まあ、でも週末は週末でまた混むかな。大丈夫かな。だいたいアップデート後って何かしらのトラブルあるじゃないですか。ああいう、なんでも。なんで、ちょっと、怖い。あ、ね、あ、ぶつけ、まあいい。全然何も取られたらなかった。ヘビがおるな。なんかやってんな、あそこ。運転車線かな。ああ、反対車線か。うん。走りやすいかな。いや、投げな。こういうか。
へんな。あれはやめだ。はい、ランクいるんだよね。どっちが早い？お、なんかすごい走った。これね、トンネル抜けたら橋。あ、これまたトンネル。こんなんかすごい街。そろそろ出る感じかな？インター。出るか？左レーンをお進みください。左レーン。やばいな、これ。カーブ。カーブきついぞ。どっち？こっち。アパーゲンか。あ、待ち。待っちまったよ。ただのパーキング。あ、ここパーキング止まったら景色良さそうだね。煙が出てくる。なんかごちゃごちゃしてるな。え、これさっきの道路じゃないの？煙が左にある。食堂みたいな感じかな？あ、見えてきましたね。目的地が上の地図で。またなんかぐるっと回るような感じになるようです。絞り込みかな、これ。絞り込みだな。これ棒を止まらんの。止まらんでかいよね。さっきのの作っちゃうんかな。また違う道かな。あれ矢印が見にくい。あの矢印のせいでかなり見づらい。ボイルが。まもなく右方向です。右方向。右しか行けない。右です。その先、直進です。そういうこと？
え、だって、ここにもんじゃん。何これ、エアポート？え、ネームリか。おー、ミリ。おふんしとった。なんだこれ。お、すんげえ。すごいとこだな。直進です。その先、左方向。来ましたね。ウィラスさん、ジョン、な、なんかすごい長い街ですけど。到着ですね。だいぶ無理、回ってくるような感じになるみたいですけど。渋滞してます。ここまで来たなぁ。左です。このオートマって、こういう重点のときは楽だよね。この中途半端に進み、中途半端に止まるっちゅう。オートマ楽だわ。僕は、うわ、すごいな、これ、通りが、ずーっと繋がってる。今なら、こっち。まもなく、左方向です。これ、動かすのはめんどくさない。電話。あ、これですね。なんか、カーブがね、危ないな、ここ。ヒントって書いてあるんで、フェリー乗り場が、ここにあるのかな？これなんだ？これパーキングか。右です。フェリー乗り場も聞かないといけないし。あ、こっちもポートって書いてある。うわ、すごい港町だね。まもなく右方向です。マッチやね。左方向です。左です。忙しい。目的地に近づきました。案内をお知らせします。お疲れ様でした。うわぁ、綺麗やな、ここ。何の、向こう？あの半島は何だろうね。あー。このメッシーナっていう、あの街が、こっ側に見えてるね。あの半島が、メッシーナっていう、だと思いますね。あれが見えてる。お、すごいな。これ、フェリーで、ここへ渡る感じになるかな。やっぱ、色は、色で、駐車しやすくていいね。それでも、まともに入れれないんだけどね。よくて
言うよね、とか言って言っとる人はまともに受け入れないのか、ではないかね。よくないか。なんかね、こう興味があると、アンクセルをグーって、見たくなっちゃう。でそれを、こらえて、びっくり感というか、もうちょっとか。この辺で乗っていく感じなんだね、多分。向こうにしようね。はい、得意の斜め駐車完了ですね。曲がってます。曲がってます。お性格出ます、これは。出ばっかり。はい、では、下ろしましょう。で、下ろしましょう。うん、まだね、これ途中下車なんだよね。目的地の。で、こっからフェリーで、メッシーナへ渡って、目的地はここにしたいと思うんですよ。ディーラーと派遣会社あるので、カタニア、カタニアっていうところですね。それを目的地にしたいです、今回の。んですが、あ、ちょうどカタニアの荷物15トン。では、作業者。あ、作業機か。人間の車か。で、あ、こっちで行こうかな。自動車のオイル。あ、これ ACC、確か近くにあったよね。うん。次回はですね、これやっていきたいと思います。カタニアまでね、荷物を取って、いきましょうか、お願いです。で今回ちょっと長丁場になってしまったんで、ここまでにね、したいと思います。はい。ちょうど2時間。長い間ありがとうございました。じゃあまた、明日はちょっとできるかどうか、わからないんですけども、また次回ですね。カタニアの方に向かって、ディーラーと、それから、また人材はね、チェコ買って人材を増やしていきたいと思います。6,146万7,928ユーロ。多分これからどんどん増えていく。少しね、また増えていく。思うんですけど、で買えばまた減ってくる、まあその繰り返しになると思いますけど、まあ十分の、まあ、たくさん雇えばそれだけ売上は伸びると思います。うん。なのでまあみんなも頑張ってやっていってください。じゃあ今回はですねここまでにしたいと思います。じゃあまた次回。しましょう。じゃあね、バイバーイ。ありまーす。